三遊亭窓カユう。三遊亭園友は落語家の名跡である。三遊派の系統から生まれた名である。当代は五代目。初代とされている園友は本来は三代目である。過去二人の園友は売れなかったわけではなく、きちんと名を残した落語家が名乗っているのだが、この三代目園友が鎮ゲーステテコ踊りで大人を博し、 あまりにも売れたため、この捨ててこの園遊が初代ということで完全に定着した。初代、三遊テーマドカ遊、開園三年五月二十八日、1850年7月7日、明治四十年、1907年11月26日は、明治時代に活躍した江戸小石川小日向出身の落語家である。本名は、竹内金太郎。 江戸小石川小日向の荒野、藤谷竹内聖五郎の長男として生まれる。12歳で別の荒野に奉公に出て17歳で家業を継いだ。しかし19歳の時に病気がきっかけで家業に嫌気がさし、以前から芸事に興味を持っていたために、初代三遊亭窓川沙に弟子入り志願した。朝には弟子入りを断られるが、慶応年1868年頃、 二代目、小明朗玉タスクに入門し、スズメや、シウスズメを名乗る。この頃新宿で16の名で太鼓持ちをしていた時期も、あるという。明治三年、1870年、師匠が廃業したため、後に復帰、明治五年、1872年頃に改めて夢で、あった、初代、三遊亭窓家朝文化帳門下に移り、園遊に改名。明治十三年、 1880年4月、日本橋の伊勢本で、新内の昇進披露を行った。以降、門邸も笛三遊派の看板で縁朝、四代目、縁章、四代目勝ツ文楽に次ぐ位置にまで活躍。三遊派では、縁朝を社長、四代目縁章を頭取に副頭取を、務めた。縁朝没後は、三遊亭はじめ門で格質もあり髪型にも活動を、広げ初代。 小福亭福松の没後衰退していた三遊派の看板としても活躍。日露戦争前後には不景気も重なり寄せの不入りが、続き、窓かゆうの人気落ちその後を中部で闇不遇であったが亡くなる1ヶ月前まで講座に上がった。大きい花で知られており、花の園遊ともよく呼ばれていた。寄せにおいて落語の後の余興として奇妙な踊りを披露して、 大人気を博した。大きな花思いで捨てるような振り付けから、捨ててこ、捨ててこと言いながら着物の裾をまくり踊る芸が、捨ててこ踊りの異名を終え、このために捨ててこの園遊の名で呼ばれようになった。また、古典落語を明治風に改作して演じた。明治時代の落語界において中心人物であった。前世紀には一日十六件の寄席を、 掛け持ちしたという伝説がある。辞世の句は、塵り際も賑やかであれ、どの花、花。墓所は、柳華霊園天皇寺墓地。戒名は、修行院園友日、悟る孔寺。人気ゆえに、多くの SP レコードも残している。初代園友は、弟子の数も、非常に多かった。など。三代目春風亭流朝、初音やや五代目立川前馬、本名。 鳥居健吉も一時期園雄の門下だったことがある。実の息子、本名、竹内幸太郎は15歳頃落語家として、父の下に入門し三遊亭声優を名乗っている。一時期小園雄を名乗っていたが、義芸未熟のため取り上げられたという説もある。その後日本舞踊の若柳流を起こした、若柳こと武器わら部の弟子となり、二偽相家家もと、若柳義蔵と名乗った。 吉永二郎作。1977年発表。1982年、初演。明治の大明神、三遊亭園長と弟子の陳芸捨ててこの三遊亭延優。時代の流れと二人の関係を描く。二代目、三遊亭窓火優。慶応三年七月。1867年七月。内視八月大正13年。 1924年5月31日は、江戸出身の落語家である。本名は、吉田義之助。明治20年代半ばに初代演友の元に入門し、三遊亭企業と名乗った後、有士や明治28.9年、1895.6年、頃に、勇鈴めを経て、明治30年、1897年10月に、 初代三遊亭左園優で新内に昇進。一時期評判の良かった左園優ではあるが、兄弟子で年下の初代三遊亭小園優の芸の評価は、左園優を大きく上回るものであり、本来ならば、左園優ではなく小園優が二代目園優を継ぐべきとこであったのだが、小園優が巡業先において三十二歳の若さで急死した際、 目の上のタンコ部がいなくなった左園優は、閉めた、と小膝を叩いたという噂が流れた。しかし、実際そのようなことがあったのかは不明である。明治三十八年、1905年10月に2代目、小園優に改名。兄弟弟子、三遊亭一園優が、大阪の講座で、園優を名乗ったため、明治四十五年、1912年4月に慌てて2代目。 遠優を襲名。このような事情から、東京遠優、江戸遠優と呼ばれたこともあった。名跡の正当な継承者は、この東京遠優であるが、芸は一遠優こと、大阪遠優の方が優れていたという。落語に関しては、先代の芸風などをそっくりそのまま真似て演じた者が多かったためか、影帽子ともささやかれ人気では先代に劣っており、前述の噂もあってか評価は、 あまり高くなかった。幸運にも、病石を継ぐことはできたものの、名を残した先代を追い抜くことは叶わなかった。三代目三遊亭将を遠遊や、三遊亭様どかふとし、後の月の家満月、森田天章、四代目、三遊亭窓かばの父、五代目竜亭つわめじ、家庭円満、染めの孔之助、小桃吹き、後の三代目藤松銀長、七代目、 土土一望戦下恋優、花優、右園優などが弟子であった。SP レコードは、明治の末に、数枚残している。初代園優門下の三優亭一園優が、左園優が二代目園優を襲名する前に、大阪において、遺族の了承を得たと言って二代目、三優亭マドカ優を名乗っている。四代目立花や、園、今京の中介で一旦は名乗らないと制約したが、 晩年にまた何度か大阪で園遊として講座に上がっている。三代目、三遊亭窓火遊、明治十一年、1878年8月18日、昭和二十年、1945年3月17日は、落語家。本名は、伊藤金蔵。器用な人物で、法官を一時期兼業していた。晩年は、 交換一本でやっていくことを決意し初代園友の遺族に園友の名跡を返還しようとしたが園友の名を話さない方が良いと言われ桜川遊ぶや柳橋の園友の名で柳橋に置いて奉還をしていた昭和20年1945年3月の空襲で焼け出されたので疎開その疎開先で死去している墓所は西日暮里慶雲寺 戒名は、五道院園遊日金神寺。得意ネタは、成田小僧、野ざらし、明けガラス、天卓、神くず屋など。妻は二代目、三遊亭演歌が、初代、三遊亭歌役子時代、その門下で色八つと名乗っていた、女流落語家であった。戦後は、次娘小役子と、親子コンビを結成し、立花屋色八つ、小役子として、 芸術協会に所属し色で講座に上がっていたが、廃業後赤坂で裕福に芸者をしていた。小やっ子の三歳年上の兄は、大三上楽のエビ一チ菊造、エビ一チエビ造門下であったが芸が乏しく弱年で、廃業、死去した。林や彦六が、三福時代の縁遊に入門し、福吉を名乗ったほか、三代目竜亭芝が弟子であった。四代目、三遊亭窓かゆ 明治35年、1902年2月12日、昭和59年、1984年1月9日は、東京都中央区京橋越前堀出身の落語家である。生前は、落語芸術協会所属。本名は、加藤勇。出林は、薩摩さ。日本橋箱崎の尋常小学校を卒業後、浅草の下谷屋に方向に出た。 その後下田の行商、陸軍領末本省の臨時校などを経て、大正十一年、1922年11月に六代目、雷門助六に入門し、音助となる。大正十三年、1924年春頃に二つ目に、昇進し、おこしと改名。大正十五年、1926年5月、六代目、都屋歌六を襲名し、新内に昇進。 その後昭和金融強行による経済不況もあって昭和5年1930年頃に柳谷三太郎として品川区西小山で奉還に出るその後戦争により下流会が禁止されたため昭和18年1943年に二代目桂古文寺の門下で初代桂真嗣として落語会に復帰戦後昭和21年 1946年に4代目、三遊亭どか優を襲名。落語芸術協会の大看板として、また TBS の専属落語家として活躍した。芸風はあくまでも、本寸法でありながら、聴衆に、大御所風の威圧感を与えない、軽快な語り口と独特の艶を帯びたフラで人気を、博した。楽屋では、同輩、後輩の誰彼となく、語りかけ、 賑やかに笑わせていた。笑わされすぎて口座に上がれなくなった者もいたという。古き良き江戸の生きの精神を体現するかのような存在であった。得意ネタは、野ざらし、堀の内、交換原、味噌像など。昭和五十五年、九百八十年十月五日に、相手氏の四代目三遊亭小園遊に先立たれるという不幸に見舞われ、口座からも遠のき、 引退同然のまま、昭和59年、1984年1月9日に、亡くなった。81歳没。他に、三遊亭紀縁優改めたまもいたが、波紋によって八代目、春風亭竜子門下に移って、春風亭枝葉と改名した。五代目、三遊亭窓火優、昭和18年、1943年9月6日帯、は、 東京都文京区湯島出身の落語家である。落語芸術協会所属。本名は名取光造。出林は薩政。東京都立両国高等学校卒業後、昭和三十七年、1962年三月に四代目、三遊亭窓化優に入門。笑い優を名乗る。昭和四十年、1965年四月に二つ目に昇進し、 昭和51年、1976年4月に、三遊亭若縁優になし、新内昇進。昭和60年、1985年4月に5代目、三遊亭窓化優を襲名。強度の金眼を客用して、丸眼鏡スタイルで売り出し、独特の際どいシャレで鳴らす。得意ネタに、井戸のチャーゴンスケ上鎮など。新内昇進後はほとんどテレビ出演しなくなり。 落語に専念した。それまでは日本テレビの底抜け脱線ゲームに出演していた。一時期、商店で初代さん、笑い手夢丸と共に二人で三代目座布団運びを務めていた。弟子に二代目、三遊亭 m ーがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。